皆さんどうもこんにちは、隊長です。今日はね、とある方にサプライズを仕掛けていきたいと思います。今ね、その待ち合わせ場所に向かってます。あとね、5分ぐらいで着くと思うんですけど、本人に何も伝えてないんで、どんな反応をするかぜひお楽しみください。おはようございます。おはようございます。ごめんね、忙しい。大丈夫っすよ。どうも、おはよう。おはようございます。何する？いや、わかんないっす。わかんないっす。呼び出しといて何する？あ、回ってるの？回ってる。あは、オッケー。だったらドライブしながら、このインスタライブやって、そこで質問を集めて。なるほどね。おはようございます。お疲れ様です。今から何が？ん？いや、釣り、今日は釣りじゃないです。で、バンちゃんへの質問ください。答えてきます。60はいつ釣る予定ですか？まず50だね。知らん。去年全然いけんかったもんな。何度かな、3回。私まだ鈴木さんのことやってる。バンナさんへの質問募集中です。スタバは決まった？何買うか。スタバ決めてない。で、みんなに何かおすすめ、スタバのおすすめ教えてください。フラペチーノって飲みきらんだよね、私。なんで？甘すぎる。あの、なんか冷たくなって、冷たすぎていらんくなるから。コーヒー。コーヒー。でもあったかいの飲んだり、今暑いな。今新速なんだ。わかんない。全然チェックしてない。ちょこ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 みたいな。もういちご出たかな。まだだよね、時期的に。今スタバ何がありますか？世界一綺麗なスタバ。あ、それあれじゃん。富山。うん。石川。石川でしょ。富山って書いてある。金沢じゃないの？金沢じゃないんですかね。知らんけど。やったー、知らんけど使えたー。知らん。知らんけどポイント。イエーイ。全然質問ください。うん、みんな興味ないんだよ。質問コーナー、これボツだな。ボツだな。もうすぐしたな。もうすぐスタバ。誰も質問くれんじゃん。でも多分みんな気になってんのがさ、なんだろうね。おい。何回？あれじゃない。バスマニアとかアウトローな行き先とかさ。ああ、行き先？うん。バスマニア。だってみんな多分やっぱ気になるんだよ。ほう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 。バスマニアはね、あれよ。盛大に募集をかけた、インスタで。ですね、おととしの、あれは何月だったかな、募集かかったの。スタッフになったのは7月1日。募集がかかったのそれより前で、インスタで盛大に一斉にフィールドスタッフになりたい人はっていうので、DM で応募しました。何人ぐらい集まったの？200人超えです。200人で何人選ばれるの？その時は5名5人です。選ばれたの。まあまあ狭きもんだね。まあまあ狭きもんだった。こう、なかなかさ、多分それが1回目の募集かな。もともとフィールドスタッフがこう、最初の時点で何名かいつも買ってくれてる人がいて、こう多分事業の拡大もあって、全国展開的な感じでフィールドスタッフを、一斉に募集して応募して。あ、狭きもんちっちゃいから通れたんだね。あ、そう。多分スタッフ最初慎重。抜かれんように頑張らんと。
いや、頑張ります。バスマニアの後にアウトロー、アウトローが9月かな、そんな。あ、まあまあコンスタントで、アウトローはあのアウトローの飯田さん、うん、ボスが毎日さインスタライブを夜やってたのよ、うん、で、あ、一回見に行ってみようと思って見に行ったら、たまたま私のフォロワーさんがいらっしゃって、うん、で、あばあちゃん来たみたいな感じで、うん、そっから万能って誰誰誰みたいになって、で、なんかそのライブでもなんか気がついたらいじられキャラに、なんか毎日入ってたらいじられキャラになっていき、そっからお声をかけてもらってっていう感じかな。なんか一人で乗り込んだ感じ。それは募集ではなかったの？そう、その時は募集ではなくて声をかけてもらって。声かからんな。いや、一人でね、本当に一人でフォワード乗り込んでって、なんか毎日ライブ。あそこだよね、違うか。あそこは違う、ローソン。こっちだった気がする。左カーか、うん、なるほど、じゃあいいな、そこか。スタバ、あ、あったね、今スタバもあった。今スターバックスって書いてあったよ。あと完全通り過ぎたやないかい。イエーイ、イエーイ。どうしたら50アップ釣れるか聞こう、みんなに。どうしたら50アップが釣れますか。49.5 じゃなくて。 49.5 すごいな、引っ張ろ。これ俺の車高。そうなんだ。イッシーと通っとったね。イッシー懐かしい。イッシーって、イッシーと一緒にここ通っとった。懐かしい。佐野新町で7フィート。いや、もうね、慣れました。結構でもね、慣れてきちゃった。なんか何も思わなくなった。でも確かに誰かのを借りると、おお、もう短いなと思うけど、うん、あんまり苦じゃなくなってきてしまった。だって、野池、藪漕ぎとか大変でしょ。あー、確かに。あの、もうずっと、こうして、こう後ろこうして、こうしてとか言ってやってるけど、まあ慣れてきました、だいぶ。ここで一旦止めて、ワンちゃん買いに行って。いいの、てっちゃん。はい。ただいまです。全然違うものにしちゃった。何を買ったの？なんか新しいやつ。新作。新作何？新作。もか。ちょっと新作。あったかいのにしたの。あったかいのにしました。ピンクロ。あっつ、あっつ、あっつ。ちょっとこれダメだ。もう熱くない。上のチョコクリームが冷たくて。ライブ開始できません。なんで？あ、できた。できんってどういうこと？たまになるよね、うん、今年こそは釣ってもらいたいな。今年こそはね、釣りたいでございますね。どう、頼むよ。今年の目標は50、まず50アップでしょ、うん、それ以外になんかあの50アップがずっと目標すぎて他に見えてないからね。なんかさ、どこ行きたいとかさ。あー、でもさっき上がってたかすみは行きたい。 あのさ、東の方に行ったことがないのよ。あー、でも大江戸さん得意だったらかすみはまだできると思う。本当？大江戸、うん、そうだね。関東は全然釣りをしたことがない。雰囲気はね、水路は似てる。うんうんうん。
はまたちょっと別だけど、うん、楽しそうだもんな。で相模ってさ、うん、名古屋のなの？相模わかんない。前だけ聞かれてそう。名古屋多いんだよねって言われて。相模のがは点が3つっていうのは知ってる。カタカナじゃん、パッと見、真ん中のがだけ点が3つだからひらがな。ひらがななの？見たい、もう一回見たい。どこ向かってるんですか？わからないんです。誰か教えてください。教えてください。僕たちはどこに向かってるんでしょうか？知らされてません。謎です。謎のドライブです。今日の企画はさ、あれなんよ、あのバンちゃんに50アップを釣ってもらいたい。ほい。今年ね。うん、今年ね。そう、バンちゃんに50アップを釣ってもらうために、うん、そう、バンちゃんを応援しよう。応援しよう。バンの応援、50アップ応援企画。応援企画、うん、そんなにこれ釣れんかったら本当罰ゲームもんだよ。あ、私のなんか大好きなところ。そうよ、今日はね、ここです。今日の目的地ここです。ね、めっちゃ好きなんだけど。さあ、何グロでしょう？石黒何黒？今日はね、腹黒。今日はね、一旦バックするよ。はい。まあ、じゃあ眩しい？うん、大丈夫。あ、本当？あの、バイザーを下げて。はい。バンちゃんの50アップ応援企画で買い物企画です。石黒で1万円分。やばやば。よし、じゃあ買ってこう。手が震える。買ってこう。手震える、手震える。釣り具の石黒西春店さん、大好きなところじゃあ買い物してこうぜ。買い物1万円分。1万円まずお願いします。アルコール消毒。入れます。
さんが使えるものを波動が強いね。そうだよね、うん、濁ってるとかね、そういうとこだったらそういう見てこう。はい、目指せ50アップのために手堅いもの冒険はしてない手堅いものばかりを選んでまいりました。新幹線と新幹線とこれ何、これ何、汽車、新しくなってる遊具がブランコです。これか、うん、D ゾーンね、ホリゾン D ゾーン、 D ゾーン、私が愛してやまないスピノーレッド、初めてのコロラド、そうコロラド、コロラド8分の3オンス、8分の3オンス。これは私はいつもあれよ、結構最初に投げてレンジを探ったり、あ下、中層、表層って巻いて、結構スピナベータ、あ、ちょっと私初めての初めてのシャタージャックハンマー、ジャックハンマー8分の3、これデビューしようと思います。割とスローに弾けるっていう、そうそう、多分私は好きな感じだと、うん、巻きだから、ね、そうそう、トレーラーはドライブスティックをつけようと思ってます。それから行くか、レイさん、これはあれだね、バリューを、うん、隣接してるタックルオフ、あ、そうだね、タックルオフの方で買ったやつです。バリューオちゃん、レイサムさんは
丸飲みを結構愛用して使ってて、バリューを気になってたんだけどなかなか買えなかったんですよ。安かったからゲットした。これもやりたいと思います。あ、だ中古のコーナーでこれを、そうそうそう、これもデビュー。隊長おすすめだね。隊長おすすめのアンモナイトシャーツ。ハートテール大好きな私にはめっちゃいいと思う。ちょっとボリューミーでサイズもね大きいし、こうなったらあるよ。ある。 S と M ある。 M、 うん、M をこのタコの吸盤みたいな、うん、ここにプチ、あ、横に刺すのね。了解です。だからね、イービルで引けないところをボトムとかを、うんうんうん、レイテッドフープ、これと合わせるか、もしか、これはながら顔だから全然、これで大体2匹ですけど。2匹、でかいやつ48、47、49だよね、多分釣るのね順番的に。いや、これはこれも50、目指せ50のアイテム。そうですね、大きめの、大きめの。あ、ではこれだ。で、あとはサイドアップのブランク。そうだね、HU あれだよ、200。今までちっちゃいクランクしかなかったから、だいたい多分いつも1メートルぐらいのクランクしかなかったので、ちょっと深いところもやりたいので、これだったら2メートルいく、うん、2メートルぐらい。カラーは、カラーはたまらんばいブルー、ブルー、たまらんばいカラーです。これも琵琶湖攻め、琵琶湖と、あとイルカ行けたらいいね。そうだね、ちょっと大江だと多分いろんなもんに引っかかって終わりそうな。これでバンちゃんのお買い物は終わりだね。お買い物は終了です。私が隊長のお金でバンちゃんのプレゼント、プレゼント隊長に、いただいた1万円から私からのプレゼント、バンちゃんが選んでくれた。これはですね、どこでも使えるね。どこでも、どこのフィールドでも使える大きさだし、ね、使えるジャッカルのフリックシェイク 3.8 にフックが、フックがこれインチバッキーのですね、0.9g かな、うん、そう、 3.8 に 0.9 だと、ね、もうあと投げて放っとけば勝手に投げて、そうそう、勝手にピクピクピクって勝手にこうゆっくり落ちてる間に食ってくる。で、私の大好きなレッスン、コーラのカラーだ。コーラしか勝たんっていう、知らんけど釣れるか知らんけどいや、でもいや、ね、マジこれ釣れる、うん、七色爆釣したもん。あ、ほんと？私もこれね、このかけたやつこの間ラインブレイクして終わったんだ。でもコーラは絶対もう鉄板な気がする。ミミズやん。うん、ミミズだね。だからこれとこれをセットで1名様プレゼントしたいと思います。で、応募方法がまた作っときます、 URL を、はい、応募フォームで、締め切りがこの動画が出てから1週間。どうする？タイミングあったらバンちゃんが抽選しようか。そうだね、一緒に抽選して、うん、もしくはなんかインスタライブかなんかでタイミング会えなかったら、うん、そうだね、それでやろう、インスタライブか何かでやろうと思いますので、はい、ぜひ応募ください。こちらまで出てないけどで、多分2月は琵琶湖だね。2月は琵琶湖、琵琶湖行こう。琵琶湖ボート、おかっぱりも、俺はもうずっと多分おかっぱりか、うん、私はボート、タイミング合わせてボートで50年、うん、ボートが手合いできんかったらおかっぱりやろ、うん、そんな感じで。今年こそはせっかくね
会長にもこんなたくさんプレゼントをいただいたので、いやいや、去年一番回ったのバンちゃんだから再生数がそれのお礼も兼ねてな、あの皆さんに50アップするところを見守っていただければと、ね、とりあえず応援してもらいたい、ね、応援、隊長チャンネルで釣ります。そうだね、おらんとこで釣らんでよ50、おらんとこで釣ったら黙っとくでもバンちゃんっぽいけどね、うん、おらんところで、おらんところでね、急にポーン投げてわーってなってるの想像できる。皆さん応援と応募よろしくお願いします。お願いします。不安定めっちゃ近所のおばちゃん見られてる。はい、ブランコマニア、ブランコマニアバンドです。あ、もうちょっと酔ってきた、うわ酔ってきた、やばい、うちょっとこの動画がいいと思った人は高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。また、私が愛してやまないスピナーベイト D ゾーン、 D ゾーン、本当はブレードこっちじゃないやつ欲しい買ったんですけど、テラ工事してんめっちゃ工事、しかも一番うるさい解体よ解体工事、めっちゃ工事移動しよう、ちょっと移動します